はい、ということでですね、はい、今日はですね、まあ、ある動画をちょっと撮りたいなと思いまして、はい、実はですね、僕たちが活動休止中に12月30日ぐらいにかな、バンユンさんの方の動画 で、はい、で YouTuber の運勢ランキングみたいな、手相を見てもらって、そう、手相を見てもらっていろんな YouTuber のランキングをつけていくみたいな動画が出たんですけど、うん、はい、その中で、まあ、僕たちも参加させていただきまして、35人ぐらいちょっと YouTuber さんがいた中で、はい、なんとですね、なごみが35位になりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、でもまあまあまあ最下位は全然気にしてない。気にします。不名誉なことです。全然気にしてない。気にしてる気にしてる人の対応はないです。全然気にしてない。振られた時に全然気にしないって強気になるやつのアピールみたいな。でですね、そこまでは全然大丈夫なんですけど、大丈夫ちゃうやん。まあギリ、はい、まあ、ギリ大丈夫なんですけど、はい、そこでその自分たちの関係性の話とかをすごい当てられたというか、うん、すごい当てはまってて、でこのままやったら、まあ、なんかもう運勢めちゃ今年悪いし、このままやったらちょっと2人の関係性も良くないみたいな、そうそうそう、ちょっと感じになってて、やっぱり自分たちも不安になってね。そう、マジでほんまに俺らが活動休止した時の理由、まるまるその人が言ってて、そう、俺たちの存在を知らんのに、この子たち今大丈夫かなみたいな。そうそうそう、だからちょっと今回はですね、その占い師の方に直接アポを取らせていただきまして、うん、はい、アポロンさんなんですけど、アポとアポロンかぶってる。かぶったなそれ、たまたま。まあ、なのでちょっとね、今回まあちょっとアポを取ったアポロンさんに、はい、インちゃんだけ絶対言うなよ。直接インちゃんだけや、アポを取った場所まで今からアポロを食べにね、アポロを食べながらアポックスをしながらエーペックスじゃん。ほんまにちょっとですね、マジで俺たちの声見てくださってる方はここでちょっと動画、はい、何やそれと思って動画止めるんじゃなくて、マジで大事なんで、この先の占っていただくところも全部見てほしいです。僕たちのことにちょっと関わってくる大事なことなので、ぜひですね、はい、お願いします。ということで VTR の方アポロン、はい、ということでですね、はい、今ちょっと移動して、うん、もう早速アポロンさんに来ていただいてます。はい、お願いします。占い芸人アポロン山崎と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。僕たちもちょっと活動休止をしてる時にちょっと動画見させていただいたんですが、バンユンさんのその時、僕たちも活動休止してちょっと占いとか行きたいなみたいな話をダットタイムでしてたんです。なるほど。その時にバンユンさんの動画を見てドンピシャで当たってたんで、いや、ありがとうございます。本当に怖かった。一応ちゃんと誕生日と手相を送ってくださったじゃないですか、はい、あれを見て、しかも会ったことない人ワーストにするのどうなんかなと思ったんですけど、ワーストにしてるじゃないですか。だから結構気になってたんです、大丈夫かな二人はと思って。あの時ちょうどヒカルさんとナゴミが1位か35位かみたいな、はい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 、はい、家族でお祈りしながら見てたんですけど、まあ、ヒカルさんには勝てへんよ。諦めてました。はい、でもあれは別に2022年ですからね。あ、そうですよ、ね、なので今年を気をつければ、なるほど、良くなっていくということなので、はい、何でもどんなことでも気になること聞いていただいていいんですけど、まずちょっと僕から聞きたいんですけど、はい、僕が35位中26位みたいな感じだったんですけど、はい、でもその中でもすごい一般的にはいい順位みたいに言って、うん、いや、めちゃくちゃちょっとメンバーが良すぎて普通になっちゃいましたけど、はい、めちゃくちゃ順位いいんですよ。そうで、一応気になったのはマスカケ線、はい、でそうで、こっちの手の方が、まあ、右でも左でもいいんですけど、ここの線まっすぐつながってるんですね。でその線からこれ右も左もそうですけど、カクンカクンって下がってる線ないですか。あ、確かにあります。ここのところが急にカクンって、はい、こっちの背中がはっきりしてるんですけど、はい、このカクンってなってるのが右でも左でもいいんですけど、大谷翔平選手とか木村拓哉さんも持ってた趣味を仕事にして成功するっていう、自分の本当に好きなことやってるといいっていう性格なんですね。で、自分の好きなことって言いつつ、性格的に日々毎日違わないと嫌っていう性格なので、はいはいはい、じゃあ今の仕事はすごい僕は充実してるって。そうです、ね、まさしく宇宙人っていう星なんですけど、この宇宙人って星 YouTuber めちゃくちゃ多いんですよ。日々違うことしたり変なことが起きたらおもろいって思える性格っていう人が YouTuber に多いので、まあ、仕事人間って星なんですけど、これがだから YouTube というのが趣味なのか、もしくはいろんなことが経験できてるということが趣味なのかというところが、今回はっきりその手相にも出てるし、このまっすぐなってるこのマスカケ線は徳川家康、豊臣秀吉が持ってる100人に1人しかいないぐらいの手相なんですけど、これトップになれるっていう最高の手相の一つっていうのが一応星として出てるんですね。もう一個の手相の方がこっちの線がこうなってるって話したんですけど、その途中からこう薄く線が上がってきてません、はい、これ何かっていうと、ここお金の場所なんですね、はい、これ知能線なんですけど、こう上がってんの、これパナソニック作った松下幸之助さんと同じで、経営者線っていう線も出てるので、多分その予想では、まあ、いろんなことしたいっていう性格で YouTube もいろいろやるけど、はい、YouTube で
余裕の出てきたお金を使って経営者か違うものにチャレンジしてトップとして金を巻き込むのが得意っていう線が出てき始めてるので、まだ若いですけど、そういう星の流れなのかなと思います。みんなからの印象と全然違うよ、多分こうくんで。どういうイメージですか、皆さんは。こうやってキャラもふざけたりしてるので、はい、そういう経営とかするイメージじゃないと思います。ビジネスとかいや、金稼ぐことめっちゃ好きって。それは好きです。お金大好きです。お金がね、めっちゃ星好きなので。星から出てしまってます。いや、あの誕生日でめちゃくちゃ金の星が出てるので。最近、それこそ資産運用とかすごい勉強してる。いや、それめちゃくちゃ真面目な話してるやん。そんな年ちゃうで、資産運用計算するよ。めちゃくちゃ勉強してます。ですよね。だから、それが結局最終的には自営業なんやなとか、不動産に行けば金稼げんやみたいなことを頭の中で考え出すんで。今年の僕の目標が不動産投資だったんですよ。いやいや、だからそういう風になっていくっていうのが、もうまさしくそれがもしかして線で出てるんで。ほんま、とりあえずだってるけど、ご本人の性格的にはここからは星ずっといいですね。へえ、よかった。で、しかも番組さんの時も言ってたんですけど、ここの線がこれ仕事の線なんですよ。まだこれは濃いめに出てますけど、ここの線とここの線がまだちょっと薄いですけど出かけてません。確かに。はい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 。これ覇王線っていう線なんです。覇王線なので、仕事、幸せ、お金っていう全部がちゃんと得れるっていう。今よりもこれからのがもっと入ってくるのは、もしかしたら投資の方なのか YouTube なのか分かりませんが、そういう出そうになってるので、まだ今の状態が多いと取る必要はないのかなと思いますね。うわ、ついナゴミ、ナゴミがもう一番気になったのはやっぱ最下位なんで、正直その運勢とか今まであんまり悪いって言われたことなかったんで、うん、びっくりして自分でも。いや、あのね、悪かったというより、実は去年と2年前がもう浮き沈みがめちゃくちゃある年っていう2年間やったんですよ。これが、まあ、皆さん調べてもらったら分かるんですけど、天柱札っていう星あったんですよ。これはもう誕生日を売ってもらったら去年と2年前に出てきます。で、それが抜けたところやったんで、こっからはちょっとずつ良くはなってくるんですけど、ご本人の性格的にめっちゃ世間体気にするっていう性格と、あとめっちゃ寂しがり屋っていう性格があるんですよ。あります。はい。なので、だからそこのところの寂しいを言いすぎて仕事が関わってなかったら無理なんですよ。で、寂しがり屋って星ないんですよ。一緒にいなくても週に1回とか月に1回お互いこう頑張れたらええやんっていう感じの性格で、で、あの寂しがり屋なので週に 4,5 日いないと不安っていう性格なので、ここが仕事やったら学べるから一緒におろうとして、こっちはしかも寂しがり屋から一緒におろうとするところで成立してたところが、休むってなってしまったら怖って思って、その休む理由が、はい、まさにそれで、まあ、僕は結構まあ頑張ろうとか思うんですけど、うん、ですよね。でもナゴミの場合はプライベートを大切にしたりとか、仕事なしでまた2人の関係そうなんですよ、ちゃんで活動休止して、なんかやっぱりこの、まあ、YouTube 初めて、はい、関係が悪くなったわけではないんですけど、やっぱり昔と変わったなみたいなことに気づいて、で、まあそこに私も寂しくなって、うん、ちょっと一回まあ YouTube 休んで、一回まあ2人の関係を、まあ、元に戻すじゃないけど、お互いの大切さを実感したいなと思って、一回まあ時間作ろうかみたいな。その私の世間体っていうのはどういう感じですか？世間体っていうのは周りからどう思ってるか結構気にするっていう性格なので、うん、言っていいんかな、私たちが休止しますみたいな感じになると別れたんちゃうかみたいな風に思われるのも、別にそんな感じでもないのにっていうのが、ご本人の性格的に周りの目めっちゃ気にするんですよ。めっちゃそうです。特に、まあこれはいい意味なんですけど、僕がその、ちょっと過激な発言とかしたらもう絶対カット、ああそうそう、炎上とか全然なるべくしないように、バンクみたいにってことですよ。はいはいはい。あー、怒られるかもしれないですけど、番組でナゴミとファン見方、こう炎上してなかったかもしれない。なるほど。炎上したことないんですけど、うん、コウ君の発言やっぱり止めてるのは私かもしれない、うん、でしょ。それがいい意味で良かったんだと思います、うん、ここまでは常識的に言っちゃいけない範囲だよっていうのをめっちゃ気にするのがお母さんの性格から一応来てたので、そうなんです。だからそのナゴミってもともとはあんまり人に前に出るのが好きじゃなかったんです、仕事から。あ、そうですよ。性格的に例えば友達ができました、この子と仲良くしたいと思っても向こうが嫌と思ったら困るからっていう、この考え方は大事ですね、ポー君に。僕がいいっすね。おもろいやん、この人って喋りかけるじゃないですか。じゃなくて、長さんの性格は、向こうが本当に求めてくれて、近寄ってきてくれたら仲良くしろ、仲良くしろ、仲良くしできたと思ったら、ブワーってめっちゃ仲良くなるんですけど、はい、ここ行くまでができないって、なんか分かりました、この言ってる感じ。私も、人に心開けなくて、はいはい。だから仲良くなるのめっちゃ時間かかる。そうですよね。で、その代わりになったらめっちゃ仲良くなるでしょ。あ、そうです。それがもうすごく出てるので。こうやって会話するときも、この発言大丈夫かなって自分でめっちゃ考えながら発言して、ね、例えば、うん、コウ君もありでこうやって飲むときにコウ君が結構こう喋るから、うん、コウ君のこの発言大丈夫かな、うん、ずっと、いや、そうなんですよ。もう本当におかんみたいな感じなんですよ。うちの子がごめんなさいね、聞かれないぐらいの。そうです。いや、わかるでしょ。
と言いたいこと、世間体を気にするという、もし見られてる方にいたとしたら、そのタイプの女性はイケメンが好きっていう星なんですよ。周りからどう思われてか聞く気にするは、イケメンだからあの人いいじゃんか、あの人医者だったら弁護士なんだったらいいじゃんっていう、なんかこう世間体を一回気にするんで、彼氏にする人も結構いい人を選ぶ、男の人もそうですよね、あの子可愛いからいいじゃんみたいな、世間体を気にするというか、いやろうな、ちょっと間違えてる、間違ってました。それも僕何とも言えないんですけど、例外ちなみに2人がまず今の状態でお互いのことどう思ってるか見てみますか。あ、いいですか。あ、そんなんできるんですか。もちろん何でもできます。カードは2人と僕たちの辞書じゃないですよね。そのくらい、違います。こんな辞書あんやったら出してる、そのなこんなこう辞典出してそれ、なこんなこう辞典、僕たちの取説じゃん、取説めちゃくちゃ読んでくれ俺。お互いがどう思ってるか一回せっかくなんで見ていきましょう。お願いします。じゃあ、どっちからいきますか。僕からいいですか。じゃあストップでもらっていいですか。はい、ストップ。はい、今のなぐちゃんに対してどう思ってるか見てみましょう。1枚お願いします。どこでもいいです。はい、全然大丈夫です。この真ん中で、はい、これでお願いします。はい、今の状況ですね。はい、これ英語の実力どんなもんですか。 B ですよね。あ、 B は分かりました。はい、ここの横に何て書いてるか知ってます。ビクトリー。はい、ビクトリー優勝ってか勝利者っていう意味です。まだ聞いた。これ何か分かります。ラック。はい、グッドラック。ラックです。幸運っていう意味です。うまい。これ一番いいカードです。なので大丈夫。いや、だから何が言いたいかというと、ちょっと長見さん伝わってないかもしれないですけど、俺今この仕事もいい感じでできていて、普通ならプライベートほぼなくてもいいから仕事したいって性格が、恋愛もできてるこの状況で俺にとっては幸せやねっていう気持ちがめちゃくちゃ強いっていう意味なんですよ。このカードの中にいいカードが4枚入ってるんですけど、そのうちの1枚引いてて、だから永見さんの思っている以上に、今の状況で折れるんやったら俺は嬉しいとずっと思ってるっていうカードが引いてるんですよ。今後どうしていったらより良くなるか見るんで、もう1枚引いてるんですけど、これはご本人がです。逆にこちら一番下、はい、お願いします。このカード、風に任せて飛んでる鳥なんですね。はい、ここに英語で何て書いてるか分かりますか。メッセージ。はい、風というメッセージ合わせてあなたは飛んでいきなさい。これ風に合わせて飛んでるって鳥なので、何言いたいかというと、なごみさんが言ってきたことは一回理解してそのメッセージに合わせて飛ばしなさいっていうカードなので、はい、いや俺仕事したいねって思っても、ちょっとプライベート大事にしようって言った時、プライベートどうにかして大事にする方法を考えて受け身になりなさい。仕事が今いい感じやのに、もったいないやという考え方だけじゃなくて。なるほど。じゃあ次、なごみ。はい、じゃあ見てみましょう。ちょっとじゃあストップお願いします。はい、ストップ。はい、じゃあ1枚引いていただいて、今の状況をまず見てみましょう。お願いします。あ、よくなった。これね、まあ、ちょっと英語難しく、ニュースキル without practice って書いてあるんですね。はい、訓練なしでは新しいスキルは身につかない。いろいろやってみないとどうなるかわからんから、いろいろ試してみよう。試すん一番嫌いな性格で、も落ち着いた状況が良かったけど、まあお互いのどの部分が折り合いなのか、学生っていうカードなんですね。学ぶという、ちょっとまあお互いの気持ちも勉強し合って考えていかなきゃなというふうに今思っているところというカードがこのカードの意味です。ちなみに今後どうしていったら、なごみさんはいいのか見ときましょう。はい、あなたにとってコウキ君はこれなんて書いてますか。パートナーシップ。はい、あなたにとってコウキさんはパートナーですよというカードを引いたので、ちゃんとそこを忘れないようにしながら、パートナーだからこうしてほしいじゃんって言いすぎて、パートナーじゃなくなったら結局言ってる意味がないので、これはプライベートだからこうしようみたいな、なんかこうきつい決まり事ではなくて、これぐらいなら私してくれなら、なんか私のために使ってくれた気がするからみたいなのをちゃんと理解して伝え合えるとうまくいくのかなという。ちょっともう言うことないです。言うことないです。いや、コウキ君と言わんくらい誰もあるんでしょ。じゃあ、あんだけわらわしゃべる人が言うことないですね。いやでももう本当に鳥肌何回言ってか分からんけど、サウナより整ってます。だからでもマジで、まあ、僕たちもいい意味で本当に今仕事とプライベートの盛り上げがつけれてるんで、本当にそれがまたカードでも出ちゃうなっていう。そうです。ちなみにこれって自分たちの結婚とかも、あ、見てみますか。いいですか。すみません。はい、じゃあストップお願いします。はい、ストップ。結婚ってことですね。そうですね。じゃあ1枚ずつ引いていただいて、2人がどういう、うわ、いやこれやばい、ちょっと一番やばい最後出てきた。いくで、せーの、いきます。はい、やばい。はい、
お、さっきの、はい、これ、コウキ君が引いたんですよ、はい、ちゃんと学びなさいっていうカードが出てたんですよ。そうですよね。なので今さっきこっちは学ぶ気がありますって言った時に、こっちもちゃんと向こうの気持ちを勉強しましょうと。はい、っていうことはどうなるんですか。これいいってことですか。勉強ということは何かというと、お互いのことをちゃんと理解してあげないと、なるほど、結婚があるかどうかわからないので、理解しようとしてくれてる、前向きにこっちを向いてくれてるってことを理解しなさいっていうのはこのカードです。なるほど。それに対して加護さんはレティングゴーって出てるんですよ。え、初めて見た。これ何かと、レディーゴーって曲あったじゃないですか。あれ、離れるっていう歌なんですよ。なので別れるというより、やっぱり結局コウキ君は仕事のことしか、恋人仕事だということを理解しない限り結婚できませんよっていう感じです。わかるでしょ。え、じゃあこれは結婚するにあたって私の方を選ぶかどっちかにしなさいみたいなってことですか。あ、いや、結婚はありえるとは思うんですけど、その時に、あ、この人は恋人は私じゃなくて仕事だったということを覚悟した上で結婚しないと。なるほどね。はい、以前のママニューさんのやつ深掘りと、はい、恋愛を聞いたんですけど、はい、ちょっと全て当たりすぎて、はい、ありがとうございます。結果余計怖くなりました。いやいやいや、でも見えたでしょ、未来がどうしなきゃいけないか。そこが大事ですからね。そうですね、これの結果をもとに、はい、さらにこれを踏まえて頑張っていくっていう、そういうのが大事だったので、うん、ベベにしたままで僕、あっでもなんかどうしようかなと思ったら連絡くれたんでよかった。いや、だって LINE ですごい心配してたんで。いやいやいや、今めっちゃ怖いですね。すごい心配してたんでよかったです。いやいやいや、めっちゃ怖いの。はい、ということでですね、アポロさん の、はい、まあ、の詳しい SNS アカウントだったり、はい、情報だったり概要欄に貼ってるんで、ぜひですね、ちょっと当たりすぎて怖いんで、はい、ちょっともうみんなも、ね、ぜひみんなも行ってみてください。悩んでる方とか、はい、というわけで今回の動画をこれで終わりたいと思います。今日の動画見てくれて、はい、ありがとうございました。この動画いいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録とコメント、コメントはあのちょっとアポロンさんの感想コメントお待ちしております。はい、はい、違う、はい、ちょっと違いますね。違うんかい。まだ開けてる。違う違う、何すんの。ここで、ね、ここすんな。ほら、居酒屋開いてる。やってるやってるやないやん。こういう、そうです、こういう姿勢ということで、はい、次の動画でバイバーイ。ありがとうございました。大丈夫ですか。怖すぎる。本当に怖かった。